皆さんこんばんは。ようこチャンネルいつもご視聴いただきありがとうございます。前回5000人登録者のお祝いのコメントの時に、私は東京の先生と知り合って人生が変わろうとしていますって皆さんにお知らせしたんですけども、本当に変わっちゃいました。先日札幌にレコーディング無事に済ませてきました。作詞作曲紫しおり先生、編曲須尾康隆先生、お二人に素晴らしい曲を作っていただきました。今までにない演歌でもなく、私には初めてのような素晴らしい曲です。もう皆さんにもう早くお届けしたいんですけども、まだ発売日が今月の25日くらいかな、またその時にはお知らせしますけども、紫先生とは今年の春、お電話いただいて、陽子ちゃん頑張ってるね、 CD 出さないの、私が作ってあげるよって、私が書いてあげるよ、そう言ってお電話をいただきました。お電話口で私は嬉しくて泣いたことを覚えてます。それからなんだかんだお二人で毎日のように先生と電話して、ああでもないこうでもない、ちょっと喧嘩になる時もあります。だけど先生はいつも陽気な方で、根に持たないタイプで、お仕事は楽しくやりましょうね、いつもそういう前向きな先生です。私はそういう先生が大好きです。本当にこんな曲を作っていただいて感謝してます。それと須尾先生も素晴らしいアレンジをしてくれてとても感謝してます。ありがとうございました。でまた話は変わるんですけれども、お申し込みなんですけども、マリンのお店に直接電話で申し込まれても結構ですし、また後でメールとかもお知らせします。メールでもできますし、それも嫌だなっていう方はお手紙で住所、名前、電話番号、あと何枚いるかってお知らせくださったら、こちらから代引きとさせていただくんですけども、送らさせていただきます。とりあえずこう何らかの形で連絡をくれれば、もう早速私の直筆でお送りします。よろしくお願いします。海老名陽子、そうだそうだ、本当は芸名も小紫しおりで出そうかなと思ったんですけどそれも先生に失礼なので、海老名陽子で本名で出ることにしましたよろしくお願いしますまたお知らせしますので、よろしくお願いします